ミューズチャンネルミニアンクブー、どうも、北村ゆうです。大賀ひなたです。副島美咲です。隅田静也です。はい、というわけで、はい、今日は何をするかというと、はい、ここ、北村新橋店さん、僕たち初めてミニ四駆を買いに来て、初めてここで走らせたと、この聖地に戻ってまいりました。これ何をするかというと、2020年、僕たち2月から始めましたね、ミニ四駆を。はい、日向はちょっと遅かったかな。はい、ちょっと遅かった。だけど、今年の最速を決定したいと思います。絶対俺が勝つ。いや、2020年、いろんなことを学びました。学びました。ゆうさん、大丈夫かな。したいろんなことを学びましたよ。学びました、ね、何学びました、しずやは。なんか、ミニ四駆の情熱さ、おぉ、情熱さね、すごさ、すごさ、抽象的な細かいことの大切さとかね、もう少しの本当にちょっと詰めるとか、ちょっと干渉をちょっとなくしてとか、もうそういう細かいことで 0.1 秒でも速くするっていう、その素晴らしさを学びました。ひなたは、ガチ勢の人たちからの直伝の改造ですね。そういういろんなこと、いろんなことを学びました。3レーンのコースじゃなくて5レーンも学びました。全部ひっくるめて4人で、はい、今年一番を決めようじゃないかと思っております。はい、戦うのは総当たり戦でいきたいなと思います、はい、だから一人、まだルールはいつもの僕らのルール、ここに出てます、多分。だってやったこういうルールで、こういうルールでやります。で、早速やっていきましょう。やっていきましょう。マシンの準備は大丈夫ですか。完璧です。お、改めて見ますか。はい、じゃあ、まあ北村シャイニングスコーピオンです。今回のこのコースに関しては一番のネックはこのジャンプするところなんですよ。ブレーキもかけつつ調整はちゃんとしました。ひなた、はい、このピンクスペシャルのライキリちゃんでーす。やっぱ安定した走りしてたよね、さっきちょっと見たけど。ちょっとテスト走行して結構ブレーキとかも入れてるんで、うん、速度をかなり抑えてるんですよ。はいはい、なんで安定してきました。いつもと同じにマッハちゃんです。装填仕様になりました。でも早いから飛ぶのよ。もうちょっと考えようかなって、モーター変えるかどうするかを考えます。俺はおなじみフェスタジオンのブラックスペシャル、意外といけるのかなと思ってる。前のブレーキも全振りしました。思い切りました。それではじゃあ早速レースやっていきたいと思います。いきましょう。まず最初は日向 VS、はい、静也の同期対決で、お同期対決いきたいかと思います。レディーゴー。頑張れ。おー、いいね。いきます。おっ、いいぞ。おっしゃ、勝ったぜ。しゃ、壊れてない？ GoPro 大丈夫？ね、壊れてない？やばいぞ、今日調子悪いです。マッハちゃん今日ご機嫌斜めみたいです。第3試合は、はい、ダンス対決。よっしゃ。しゃ、しかもなんかダンス遅かったじゃない。はい、前まではそうです。女子に負けてたかもしれないっていうのが、ダンスが一緒にスタート。そうなんですよ。やばそうだ。そう、男性チームが今日ね、よし、今回成長したよね。ここ大事だよ、ここ大事。幼鳥おかしいよ、幼鳥おかしいよ。さあ、どうぞ。じゃあ、ひなたお願いね。はい、じゃあ、スイッチを。はい、レディーゴー。やばい、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 
対決。女子対決。行きましょう。レディー、ゴー。それでは、はい、それぞれがもうこれ最終戦になってまいりました。今のところ添島が2敗。2敗。で、静谷が1勝1敗。北村が2勝。日向が1勝1敗。はい。添島、静谷の戦いで、静谷が勝てば、まだ望みが。まだある。うん。で、この戦いで、日向が勝てば、ここが全員2勝、2勝、2勝に並ぶ。だから3人で最後はやろう。それでは、出場レディー、ゴー。この決勝戦ね、本当の決勝戦だよ。はい。そう、行け、頑張れ。行け。この決勝前に俺電池変えたのよ。あ、なるほど。いや悔しいね。だって今やそのトトトンとかって言う。いや、いい勝負2人本当に。めっちゃ良かった。最後までいい。はい、というわけで2020年ミューズミニ四駆部ナンバーワンは日向になりました。やったー。いや、本当にミニ四駆は何があるかわからないですね。本当わからない。すっごい盛大に飛んでたから。いや、すげえ盛大に飛んだわ。最後変えたんですか。いや、変えたっていうか電池ですね。一番最初に静谷と対戦した時はちょっと満タンじゃない電池でやって結構遅かったんで、その後はもうずっと電池を変えて、じゃあハイパーダッシュのモーターは美咲さんとモーター鳴らしした時のを使いました。いや、もうこのマシンを作った時にあの日向があって言わせたいって言ったんですよ。それが今叶いました。すごい嬉しい。最後にやっぱ勝つっていうね。いや、めっちゃいい。すごい。もうずっと心臓バクバクですもん。いや、当たり割り出ちゃってる。悔しい。それじゃあ、いかがですか、やってみて。とっても悲しいです。めっちゃ悲しいけど、来年頑張るから来年は1位になります。よーし、静谷。いや、やっぱ悔しいな。でもなんか、最後この美咲さんにね、この電池を電池変えたらめっちゃ早かったよね。確かに、めちゃくちゃ早くなった。いや、歩く電池だから。もう今までもゆうさんとの動画撮ってきて、電池がどうだこうだ待ってたんですよ。すげえやっぱ重要だなっていうのが改めてやっぱりそうなんだなと思った。まあ皆さんね、2020年いい1年になったんじゃないですか。いや、もう最高です。はい、というわけで来年もぜひともミューズミニ四駆部をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
じゃあ本日チャンピオン、最後一言締めてください。最後、ミニオク最高、ありがとうございました。以上、ミニオクチャンピオンでした。ありがとうございました。バイバーイ。